平成26年台風、第22号は2014年12月1日に発生した台風。進路図11月29日に中区諸島付近で形成が始まった熱帯核乱が次第に成長。12月1日に合同台風警報センターによって熱帯低気圧番号 22W を与えられ、同日15時に北緯4度55分。 統計152度05分で台風となり、アジア名ハグピートと命名。精神した台風は12月3日にフィリピンの監視する領域に達したため、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名ルビーと命名された。12月3日から12月4日にかけての24時間で、中心気圧が55ヘクトパスカル低下して905ヘクトパスカルに達し、 中心付近の最大風速60メートル、最大瞬間風速85メートルの猛烈な台風に成長。勢力を維持したままフィリピンに接近し、6日21時15分頃にサマール島東サマル州のドローレス付近に上陸した。台風はゆっくりとした速度でフィリピンを横断した後、11日21時に南シナ海の北緯13度、統計112度で、 熱帯低気圧になった。前年の台風30号に似た進路で接近したことから、レベル1から3の暴風警報が、ルソン島、ビサヤ諸島、ミンダナオ島に発令され、7日までに、先の被災地などで、約14万7千家族、約71万6千人が、事前に避難した。15日までに判明している被害は、死者18名、負傷者915名。 家屋の前半階24万棟、インフラと農産物への被害額は33億4935万9620ペソ、影響を受けたのは385万人余りとなっている。ありがとうございます。